はい、皆さんこんばんは。こんばんは、維新のババチャンネル、今日はですね、衆議院選挙特集じゃないですね、衆議院選挙特番ということでですね、三橋府議会議員のここ事務所なんですね、お借りいたしまして、皆さん方とライブでつないでみようという初めての企画ですけれども、行わせていただくことになりました。いつもね、天の声を出していただいている加藤新平、堺市議会議員が司会をしていただいてですね、皆さん方から事前にいただいている質問、またこの番組をご覧いただいて、なんていうんですか、コメントを出していただいた方々のこともですね、面白い質問していただいたら取り上げさせていただけると思いますんで、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。お願いします。ただ加藤君、よろしくお願いします。今日ね、いよいよ初めての初配信ということで、はいはい、ね、どうですか、意気込みは。意気込みまあね、割と維新のメンバーというのは生の、YouTube ね、やってる方も多いんで、まあこういう形でやればね、ダイレクトにそのリアルタイムな情報をお届けできると。ただね、これ、失言をしたら取り消せませんので、まあ、失言だけがないように頑張っていきたいと思います。ぜひ気をつけていただいて。はい、気をつけます。よろしくお願いします。はい、まあ、普段だったらね、こう演説会とか、まあ、夜にやってるですけども、なかなか今コロナ禍で、まあ、できないという状況がありまして、うん、まあ、こういうふうにね、見ていただける方にですね、はい、ぜひいろいろ馬場候補者本人もそうですし、はい、まあ、党のこともですね、いろいろ知っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。でまずですね、今日はちなみにどちらから来られたんですか？今日はですね、朝大阪を出まして、奈良へ行って、はい、奈良から京都を回って、はい、最終滋賀に入って、滋賀、はい、滋賀から先ほど帰ってきました。はい、ちょっとなんか間に合わないんじゃないかと思ってたんですけど、なんとか、なんとか、ね、放送開始に。もうね、南草津からもう全力で、ドライバーのね、矢部君もね、もう顔面引きずりながら、もう右足つるとか言いながら、もう帰ってきました、ね。はい、意外と早く帰ってきたんで、びっくりしました。そうですね、道路空いてたんで、はい、割と早く帰ってこれました。ね、はい、まあ、衆議院選挙も始まって、もう中日を迎えようとしております。はいはい。で、まあ、幹事長は初日2日目、地元に、はい、まあ、入られてですね、ええ、でその後はもう全国を飛び回っている状況ですけれども、ね、まずどうですか、手応えというかですね、この前半戦振り返ってですけども、うん、どのようにこう感じていますか？ね、過去の、まあ、参議院選挙とか衆議院選挙で、いろいろ応援にも行かせて、もらってましたんでね、やっぱりね、こう雰囲気がだんだん変わってきてるなと。もうね、過去はね、駅前で話するでしょ、誰もこっち見てくれない、存在すら認めてもらえてない、そういう感じしましたけどね、結構、まあ、こっちを見たり、手を振ってくれたりもね、多いですし、だんだんやっぱりこう維新のスピリッツというのが広がってきてる、維新の存在感が徐々に徐々にこう広がってきてるなと。今回かなりそういうのをあちこちで感じますよね。うん、まあ、僕らも地元で活動している中でですね、やはり維新の期待という声もすごい聞くんですけども、うん、こうなかなかやっぱり僕ら普段こう堺にいるとですね、大阪以外の状況っていうのがなかなかこうわからないんですけども、はいはい、まあ、今ずっと全国ですね、応援に入られて、どうですか、そこら辺のその維新へのこう期待といいますか、うん、ところはどう感じてますか？うん、まあ、うちはずっと改革政党というのを訴えてるんで、で、まあ、特に関西では今日滋賀とか京都とか行きましたけどね、うん、やっぱり大阪に通ってる方も多いんで、うん、大阪の雰囲気みたいなの分かってくれてるんですよね、うん、で、まあ、サラリーマンの方は大体年に帰ってるだけやからね、はい、だからまあ、やっぱり大阪ようなってるわねと、うん、
いうのがすごい感じていただいてて、うん、まあ、京都市なんかもね、はい、今財政難で非常に厳しいと、うん、まあ、堺も厳しいけど堺よりも厳しいというのが京都なんで、うん、はい、まあ、改革やってほしいというのはね、聞いていただいてる方からも、うん、こう、うんうんとこう頷いていただけるようなね、うん、改革の話をすると、うん、まあ、多いですよね。うん、やっぱりその、まあ、今回ですね、90名超える方がですね、はい、維新の公認として、まあ、立候補されてますので、はいはい、そこら辺はその、ね、そういう期待も、うん、まあ、大きいのかなと思うんですけども、うん、その、まあ、維新の候補者はですね、まあ、どのようにこう、まあ、訴えたり、あとその応援に入られてですね、うん、その期待っていうのは感じられてますか？うん、まあ、維新の候補者というのはね、大体こうちゃんと勉強して演説するんで、うん、我々が言っているその演説と割とこう同じような、うん、歩調で、まあ、喋ってくれてますけどね、うん、できればやっぱりね、選挙区がある、うん、まあ、わけですから、もうちょっとこう選挙区のことね、勉強して、今何が求められてるのか、何が必要なのかということをね、演説の間にこうちょっと挟んでいただいたら、まあ、もっと共感得られるんじゃないかなと思いますよね。うん、そうですね。まあ、今コメントもですね、どんどんいただいておりますけども、まあ、ぜひですね、こちらのコメントにもですね、いただければですね、はいはい、まあ、それもちょっと拾っていきたいなと思うんですけども、うん、まあ、でコメントで、今日幹事長お見かけしました、優しくていい方でしたって書いてますけど、僕の、ね、性格を見抜いていただいてますよね。あとそうですね、こうね、やっぱり関西圏以外ね、やっぱりそういう、今日はね、おそらくこの全国で、うん、見ていただいてる、で大阪だけじゃなくてですね、うん、全国でこう見ていただいてる方もいらっしゃるのかなと思いますんで、うん、ぜひですね、コメントいただいてですね、はいはい、それもですね、こちらで聞いていきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、はい、で今日はですね、ちょうど、まあ、前哨戦と言われている参議院選挙、はいはい、うん、の補選がですね、まあ、なんで同日じゃないんだろうなと思うんですけども、ね、こんなんもね、で、ね、まあ、2週間前に今日はね、うん、まあ、今選挙が、まあ、もう投票は締め切ってますので、今開票中だと思うんですけども、はいはい、まあ、山口の方がね、もう山口県の方はもう早くも8時で当確出ましたね。残るは静岡県の補選と、静岡ですね。実は静岡といえばですね、僕は静岡県に赴任しておりましたんで、で静岡の選挙もですね、はいはい、取材してましたんで、うん、まあ、比較的ですね、まあ、民主系の方が強いエリアではあるんですね、うん、はいはい、知事もまあ民主系、そうやね、川勝さん、あ、そうですね、川勝さんですね、うん、し、まあ、いろいろね、地元の争点で言うと、リニアのですね、問題とかね、ありますし、まあ、静岡県も、まあ、人口がね、だんだんこう減少してきているとか、まあ、課題もですね、非常に多いところなんですが、うん、まあ、前哨戦ということもあるんで、その、まあ、31日の投票に向けての、まあ、影響というのもですね、うん、まあ、あるのかなと思うんですけど、うん、これは幹事長としてですね、この参議院選挙の補選、どういうふうにこう、まあ、見ていますか？うん、ね、やっぱりメディアの調査見てもね、この衆議院選挙のいろんな調査やってるでしょう、うん、その調査見ても与野党が拮抗する方がいいというね、答えが一番多いよね、うん、与党に勝ってほしい、拮、はい、抗してほしい、うん、野党に勝ってほしいと、はい、まあ3項目で分けると拮抗してほしい答えが一番多いですよね、うん、だからね、今の政治、演説でもよく言うんやけどね、国民の皆さんは賢いですから、うん、で今 SNS 等でも情報がどんどんその国民側に伝わってるんで、うん、まあ、やっぱりね、冷静に見ておられて、うん、まあ、あんまりこう自民党も政権に復帰して時間経ってきて、うん、はい、ちょっと調子に乗ってるんちゃうのというような思いもある、うん、立憲民主党にまあ期待してるけど、ちょっとまあ頼んないなと、うん、もうね、
半年ぐらい前でしたかね、うん、あまりにも国会でいろいろ腹立ってきましてね、うん、私のツイッターに立憲民主党は日本にはいらない政党ってね、うん、思わず書いてしまいました、うん、そうするとねもうツイッターがドワーンと大炎上して、ね、記事にもなってましたよね。記事にもなってましたね。目覚まし8のね、はい、ツイートかなんかいう番組始まった時、はい、両側に AI とその、はい、なんかランキングがこう2つ出るんだけどね、はい、そこにもまあ入ってたぐらいね大炎上したけどね。でもやっぱり多くのご意見はその馬場さんの言う通りと、国会議員はもっと国家国民のために仕事せえというご意見がね、もうかなり多かったんで、まあそういう今の政治の状態の国民の皆さん方がお分かりいただいてるんで、そういう意味でこう与野党が拮抗してもっと緊張関係出てきたらいいのになと思っていただいてると思いますけどね。そういう意味で我々が候補者を出しているということが、まあそのもっとその緊張感を高めるということで、ご期待いただいているということは、まあどこ行ってもねやっぱそういうの感じますよね、うん、そうですね。なかなかこうね、まあいわゆるこう自民党公明党で、まあ野党って言ったら立憲、今回はね共産党、まあいろいろ連携してますけど、まあそのいわゆるずっとこう第三極として結党以来でずっとこう立ち位置をこう長くいる政党っていうのはないということもね、幹事長もおっしゃってたと思いますね。だから今回はそういう面でこの立ち位置をどういうふうにこう、まあ、確立してやっていくのかっていうのがまあ一つ問われる、まあ、そのキーワードがこう改革ということをね、うん、おっしゃっていただいてるんですけども、まあちょっと選挙の開票の行方はまあこれからなんで、はい、まあぜひねここもこう注目していきたいなというふうに思います。はい、それですね、今回はですね、事前に質問をですね、はい、皆様に、はい、投げかけてですね、結構多くの質問がですねいろいろいただくことができまして、はいはい、でその、まあ、事前にいただいた、まあ、質問からですね、今日はですね、ちょっとこちらですね、2,4,6,7 つの質問をですね、はい、事前に、こちらで、用意させていただきまして、うん、まあ、こちらからですね、うん、幹事長にですね引いていただいて、うん、でそれにこう答えしていただこうということの、うん、まあ、企画をさせていただこうと思ってます、うん、でまあいろいろ柔らかい話題からですね、はいはい、硬い話題まで、さまざま入ってますんで、はい、これはまあ何が出るかお楽しみということでありますので、これ引くの、これ引きます、はい、ここから1枚引いていただいて、で、どういう意味これ、この中に質問が入ってるんですよ、はあ、でこの質問を、引いていただいたやつを、回答していただくと、あ、ちょっとひねってるわけ、ね、はい、そうです、なるほどなるほど、ちょっとひねってます、ちょっとひねってる、ね、ちょっとひねってます、なるほど、わかりました、はい、なので紹介される質問もあれば紹介されない質問もあると、あ、なるほどなるほど、はい、ここはまあ、時間の兼ね合いもありますんで、はい、一応厳選した質問の中から、はい、答えていただこうと思いますんでよろしくお願いします、はい、では早速ですね、はい、この中から1枚ですね、うん、選んでいただいて、うん、でこれを最初の質問にさせていただきたいと思います、はい、いきます、はい、はい、はい、じゃあこちらですね、読ませていただきます。さあ何でしょう、さあいきます。ズバリ16区について、あ、かなり最初からいきなりこうシビアなやつ出てきたね、重たい回質問が出ました、ね、はい、うん、まあちょっと全国でですねご覧の皆さんにちょっと、まあ、補足で説明をしたいと思うんですけど、はい、まあ、大阪においてはですね4つの選挙区、公明党さんが出ている選挙区にですね、まあ、維新の候補者を立てていないという現状があります、はいはい、でまあ、それをおそらく関係からですね16区についてですね、まあ、今回もそうですし今後どうしていくのかというご質問だと思うんですけども、うん、はい、まずこの16区含めてですねその公明党の選挙区に立てていないという経緯
についてですね、はいはい、ちょっと幹事長からご紹介していただきたい、これはね、あの2012年に初めて日本維新の会国政に挑戦をしました。まあ、あのその時からの最大の当時の目標は大阪都構想を実現すると。まあ、大阪都構想をやっていく中で国政絡みのいろんなことも出てくるんで、まあ国政に足をかけてですね、大阪都構想がよりまあやりやすくなるようにしようじゃないかというのがスタートでした。まあ、あの当時も大阪府議会では過半数お預かりしてましたが、大阪市会はまあ当時はあの全然過半数には届かないという状況の中でですね、大阪市会の議決をいただくためにはどうしてもこの大阪市会で過半数を抑えなければならないということでですね、公明党さんの協力があの必要不可欠な状況でありました。まあ、そういう中でですね、公明党さんのその選挙区に候補者を立てないということでですね、この大阪都構想に対するまあ支援を お願いをしてきたと。まあ、そこからいろいろね、紆余曲折、これご覧の皆様方詳しい方多いと思いますんで、まあ紆余曲折がありまして、昨年11月に2度目の大阪都構想をさせていただいて、まあ結果は残念なことになりましたが、まああの今回はですね、その時のまあ何というんですかね、まあ約束をしたわけじゃないんですけれども、その時のまあ義理といいますか、まあ信頼関係に基づいて候補者を立てていないということです。ただあの今後ですね、我々もどういう政治課題を抱えていくかというのは今のところ分かりません。何度も私の記者会見でも申し上げているように、大阪都構想の住民投票はおそらく当分の間はもうチャレンジをしないと思いますけれども、この統治機構改革、大阪を含めて統治機構改革というものは諦めないと。頂上は同じところを目指して、登り道をですね、登山道を違うルートを探していくということをまあ宣言していますので、まああのそのことについては諦める気はまあ毛頭ないんですけれども、そういう中で公明党さんとの関係というか、それはあの今後変わっていく可能性もあります。まああの何ら公明党さんに協力をお願いをしないようなまあ、状況が生まれてくればですね、大阪の35616、兵庫の肉8区についてはですね、今後何かしらの今までとは違う、そういう対応が出てくるという可能性はあると思います。まあ、あの大阪では特にご支持いただいている皆さん方から、特に3区5区6区16区の住民の皆さん方からはですね、いつになったら維新立ててくれるんやというお声がたくさん届いていることも事実ですから、まあ、その辺はですね、よくあの仲間とも相談をしながら、またその時の政治の動きを見ながら、対応していきたいと思います。ね、そうです。コメントでもね、あの3区もですとかですね、5区も、まあ、出してほしいですとかですね、やっぱりあの、ね、そういう期待の声はね、いただいているというところでありますけども、まあ、今回これ、質問の中でもですね、あったんですけども、小選挙区の投票先に今迷ってますということであります、で、まあ、維新の候補者が登場するのを待っていますという声もありますが、まあ、今回衆議院選挙なんで、まあ、2つ小選挙区と比例代表で、ね、2つ、まあ、投票ができますので、まあ、あの比例はですね、ぜひあの維新の会へと、そうですね、ね、ご投票いただければと思いますし、あと関西以外は どうなってるんですか。これね、関西以外は公明党さんが出しているところというのは北海道、そして東京、そして、広島、この3つしかないんですね。その3つの選挙区には北海道以外はですね、東京と広島では候補者を立てているということになっています。まあ、それはね、あんまり公明党さんからも何も、あのお話もないですから、まあ、あの舐められてるんでしょうね。広島産区といったら、あの問題が起きたところですね。問題が起きました。1億5000万円事件が起きたところですけれどもね、
前の公明党の幹事長が小選挙区から今回出馬をされているということですね。広島も行かれたんでしたっけ？広島も行ってきました。どんな感じでした、その広島のこの状況というのは。まあ、あのね、ちょっともうかなり遅い時間だったんでね、はい、一般の方々からの反応というのはあまりなかったんですけど、まあ、今回特に言えるのは、どこへ行ってもですね、あのメディア の取材がすごい、もうね、今までは僕なんかが地方行ってね、街頭で喋っててもね、誰もおれへん、メディアも誰もいない、もう一人で喋ってるに等しいということ何回もありましたけど、今回はね、まあ、このカメラなんかも3台4台来てますし、まあ、地元のローカル新聞の方とか、まあ、テレビ局もそうやね、まあ、かなりのね、そのメディアからの関心というのが高いなというのはね、これまでとは全然違う感じですよね。やっぱりそのね、こう地方の選挙区、まあ、今回ね多く出しているということもあって、まあこうね、地方のメディアの方もこう関心高く、まあ、持っていただいているのかなというふうにね今聞いて思うところなんですけども、まあ、この、まあ、16区のことについては、まあ、今後、まあ、可能性はあるということで、期待していただいても結構だと思います、はい、という今お言葉が幹事長から出ましたんで、はいはい、じゃあ次の質問に移らさせていただきたいと思います、はいはい、では、残りじゃあこの家主、ここの事務所の家主である宮さんに引いていただいたらどうですか、はい、あ、そうですね、そうしましょうそうですね、家主の引っかからないように倒さないように、うん、はい、じゃあこの6つか、はいはい、これジョーカーが出たらもう宮さんが答えるということなので、ね、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、はい、はいはい、はい、じゃあすいません、いただきます、はい、さあ何でしょうか、ジョーカージョーカーは入れてませんはい、はいはい、あ、ちょっとさっきと関連する話もありますが、全国遊説をして大阪と地方の違いはということであります、うんうん、まあ、先ほどもちょっとその関連のお話していただきましたけども、まあ過去ですね、衆議院選挙を戦ってくる中で今回の違い、まあ、政策もですね、うん、今回マニフェストもですね、はい、かなりこう改革色を出して、お訴えしていると思いますけども、うん、それについて、まあ、反応なんかも含めてどうですか、そのこれまでの違い。まあでもね、大阪はやっぱりねちょっと異常なんだよね、うん、だからね、まあ、その地方と単純に比べることはできへんと思うんですけどね、はい、やっぱりこう自民党ちょっと急性だろうかと、うん、まあ、立憲民主党も共産党と組んだからなという雰囲気はね、うん、すごい満ち溢れてるね、うん、だからやっぱり今回は維新に入れようかなという空気がこう漂ってるのはね、うん、肌身でわかりますよね、うんうん、その、まあ、大阪とこの、まあ、地方の違いということでありますと、まあ、地方議員、まあ、私も地方の議員としてやらせていただいてますけども、この、まあ、今幹事長が全国遊説しているときは、まあ、我々地元議員団ですね活動しておりますけども、この、まあ、地方議員これまで、はい、まあ、増やして来ている各地方議会にですね、うん、はいはい、擁立をしてきていると思うんですけども、うん、そこら辺のその状況と含めて、うん、今回の選挙の中違いとかってありますか、うん、ね、まあ、もちろん我が党の地方議員は遊説先にね来て、その候補者と一緒に活動して、まあ、助けてくれてるわけやけどね、今回ね自民党の議員さんが来てるとかね、自民党を辞めた議員さんが来てるとかね、ちょっとやっぱりね変化の兆しが出てきてるよね。やっぱりこう自民党が地方でもオーバーフローしてきてるんやなと、議員さんがね、ちょっとこのままではいかんのんちゃうかと、
もうやっぱりちょっと違う道を歩んでいかなあかんのんちゃうかと、うん、まあ、大阪維新の会ができた時の、はい、まあ、まだそこまでは行ってへんけど、こう、はい、芽生えみたいなのがね、うん、地方に出てきてるんちゃうかなと思うね。だから自民党の議員さんが、まあ、名前言うたら多分除名になるから言えませんけどそうですね、自民党の議員さんが応援に来てくれてるとかね、そういうのはもうこれまでには全くなかったことやね。なんかまあ、今松井代表、吉村副代表も、はい、まあ、全国ね回っていらっしゃってですね、うん、まあ、コメントでも今日松井さんが行った郷土駅前は、うん、なかなか多かったみたいですねということで、はいはい、かなりその私もこうツイッターとかで見る限りでかなりその人だかりができているとかですね、うん、そういうのを見るんですけど、うん、だからそこら辺 の, その現場の状況とかは どうですか。まあ、ね、特にこの共同は、うん、世田谷なんで、はい、東京の中でも世田谷が一番やっぱり維新の支持者の多い、うん、いていただいてるとこやね、はい、だから共同はね結構みんな集まってきてくれますよ、維新が行くとね。今回、まあ、これ東京6区になるんやけど、はい、臼井理恵さんというね、はい、筑波大学出身の方がね出てくれてるんで、はい、まあ、かなりご期待いただいてるんじゃないかなという感じするね。で、まあ、吉村はもうはっきり言って異常ですもう東京でも1000人規模で、聞きに来ていただけるというね、もう今やアイドル化してきてるね。うん、すごいですね。この間、まあ、奈良のね、はい、市長選挙の時に一緒に駅頭に立ちましたけど、はい、吉村が街宣車の上に立ったらキャー言うてね僕が街宣車の上上がったらシーンとしてねもうさっきの反応とえらい違いますやんって言うたけどね、うん、吉村人気すごいね。これ東京の話だと、まあ、東京比例に取れるかなということでコメントをいただいてるんですけども、はい、前回は東京の比例ブロックは確か議席取れなかったですね。そうですね、ゼロでしたね。衆議院ね、うん、で今回いろんな情勢ね、うん、新聞社等々でやってるのを見ると、うん、まあ1とか2とかですね、いろいろと、うん、報道が出てますけども、はいはい、まあ、東京にいろいろ応援に入られて、まあ、うん、この前の知事選もですね、あと都議会議員選挙もずっと入られてますけど、うん、はいはい、こう東京のこの雰囲気というかですね、うん、はどうですか。うん、まあ、小野さんがね、知事選挙に出てくれて、うん、はい、うちが推薦出しましたけど、あの時は60万票なんでね、うん、で今回まあ衆議院選挙で16人の候補者、大阪よりまあ多い候補者を立ててるんでね、うん、まあ、やっぱりこう選挙区で候補者が立つことによって維新維新維新というのがこう皆さん方の有権者の皆さん方のお耳に入るんでね、やっぱりこう比例の票の獲得につながっていくということはまあ事実だと思うね。東京でいうと一時期政党でこうファーストの会ですよね、はいはい、ね、こう、うん、出るとか出んとか、うん、出んとか出んとかみたいなですね、うん、最終的には出ないということになったんですけども、うん、そのこう影響っていうか、それは何かしらこうありますか。それは絶対あります、うん、これは絶対あるね、うん、やっぱりさっきから申し上げてるようなこう自民党にお気を据えよう、うん、立憲共産党は大嫌いという人がその中間を走る政党にまあ票を入れようと、うん、ね、そういう受け皿に、はい、まあ、なっていくわけやけれども、うん、やっぱり小池さんのね任期東京ではまだまだあるんで、うん、ファーストの会がこう候補者立てられると、うん、そういう中道改革政党の票が、うん、まあ、分散してしまうんで、うん、今回まあファーストの会候補者出せませんでしたんでね、うん、もう日本維新の会しかないわけやからね、うん、これね、うん、だからまあその辺はご期待いただけるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、そうですね、うん、確かにね、そうですね、コメントでもそうですね、小野さんの知事選からの流れはいいですよねとかですね、うん、いろいろこう東京に関するコメントもいただいてますね、うん、ね、やっぱりそのまあ
我々もこう大阪維新の会というこう地元の維新の会大阪でやってる中で、こうまあ東京ではこのねファーストの会というのが東京でありますけども、まあ都議会議員選挙ではこう当初まあこうかなり数少ないんちゃうかって言われてましたけど、最終的にはねこうだいぶこう自民党と競り合うところまで来ましたけど、やっぱりその東京におけるまあ維新の会のこの存在感というのをどのようにこうアピールしていくかっていうのは、これはこうどういうふうにこう感じてますか？まあ2年前の参議院選挙でね、おかげさんでこう選挙区からは音喜多参議院議員そうですね。で、まあ比例の方は柳瀬参議院議員と、まあ事実上東京を根城にしている議員がまあ2人生まれたんでね、これまでだん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 これ維新スピリッツが広がっていってると思いますよね。だからまあ急にね、やっぱりそのバッとそんな広がれへんのでね、徐々に徐々にこう広げていく。で、まあ都議選の方はやっぱり大勢の中から大勢を選ぶ選挙なんで、大選挙区なんで、だからね、やっぱりこう地縁血縁とか地域活動をやってきたとか、やっぱりね、そっちのウエイトの方が高いんやね、その投票していただく基準がね。だからね、やっぱりうちはまだまだそういう地縁血縁のあるとか、そういう候補者出せてないんで、なかなか都議選は難しい。で、これ区議選とか、まあ市議選とかになるともっと大選挙区になるんで、まあ1人2人いうのはね、通していただけるように徐々になってきてるんで、まあその辺はちょっと国政選挙とは違う部分で、国政選挙はやっぱり政党主体で選ばれる方多いと思うんでね、まあそこがちょっと今回どういう結果が出るか、まあ楽しみ注目といでえすばね。楽しみやそうね。ですね。ぜひ東京にも注目をしていただきたいと思います。と、ちょっとこの関連の質問でですね、こう、まあ、全国遊説してるとですね、なんかこう、おいしいご飯とか出会いましたかということで、たんですけど、これ皆さんね、僕が全国巡業行ってね、地域地域で美味しいもん食べてるんでしょとかね、確かに時々聞かれます。でもね、ほとんどご当地グルメ食べたことない。移動中にね、一緒なんですよ、結局ね、こっちにおっても地方行ってもコンビニの弁当とかね、今日も昼コンビニのおにぎりかじりながらこう全国回ってるとかね、もうなかなかね、いい餌与えてくれません、僕に。もうひどいから、みんなね。そしたらもうほとんどこの地方のこのいろんなご当地グルメとかね、ツイッターでもね言ってましたけど、食べずにこう空港から帰ってそうきやましたね。とか、じゃもう駅前、その駅前の風景だったり、まあ、各校舎のその、まあ、事務所前だったり、もう本当に、そこからそこへこう移動するという、もう本当にそれだけっていう感じですか？そうやね。だからもうどこにおるか分からへんなってくるよね、だんだん。駅前もね、だからこうして全国回らせてもらうと、まあそのやっぱりどこ行っても同じような駅前やね。割と無機質っていうかね、ロータリーがあってこうでこうで、もう大体どこにでもあるような、まあ駅前多いですわね。その中で一番こう今回印象に残ってるのは姫路。姫路の駅前はなかなかね、味があっていろいろ趣向が凝らされてて、緑のオープンスペースとかね、駅前の一等地にそういうのをまあ作ったりね、姫路はいいですよ、皆さん一回ぜひ行っていただいたら、なんか他の駅とはもう全く違う様相ですからね。姫路だとね、姫路城とかね、ありますけ姫路城ど、とかね、見えるんですか？駅から。見えるポイントがあります。もうまっすぐにこうなってるとこあるんで、道路がバーンとね、そこ行けばもう姫路城見えるんやけどね。まあ、なかなかこうね、地方でいろいろ応援してる中でも、こう、ね、食とかですね、まあ、そういうものは、まあ、こう、味わうこともなくですね、まさにこう、宅急便として、人間宅急便としてそうそう。回ってると。人間宅急便として、こう、
まあ、今回、まあ、前回よりも数は多いですもんね、まあ、前回候補者自体が50人ぐらいでね、うん、まあおそらく前回全員のところ行かせてもらいましたけどね、はい、今回はその倍近いんで、うん、もう解散前からね回り出してるんやけど、なかなか全員のところはおそらく回れないということになると思いますね、はい、そうですね、うん、ね、これコメント今いただいてますけど、ご当地駅弁くらいは食べてはどうでしょう、はい、そうですよね、ご当地駅弁食べたいねなんで餌与えてくれへんねやろうね、ぜひね、あのご当地のこう、ね、テイクアウトも今いろいろとやってますんで、うん、ね、ぜひこう食事ネタは演説のつかみになるような、でもそういう人いましたよね、あの つかみ食、そこのご当地の食事をこう演説にこう入れ込むような人も確かに、ね、うん、いましたんで、ね、そういうのも、ね、活かしながらぜひ、まあ、まだ あと1週間、ね、うん、ありますん で、はい、で、はい、じゃ あの次の質問に移りたいなと思いますが、まだ引くの、はい、まだ引きます、はい、はい、じゃあどうぞ、はい、はいはい、はい、自民党の補完勢力と言われていますがどうですか自民党の補完勢力は皆さんね公明党ですね、もう与党入りしてますから、うん、自分たちが違うと思っても最終的についていくというのが補完勢力で、共産党の補完勢力が今立憲民主党というね、こういう状況になっております、うん、まあ、我々はずっとこれも申し上げているように是々非々でやってますんでね、今までその予算案に反対もしてきてますし、平和安全法制の時なんかはね、うちの方でその対案を作って修正してもらえるかどうかギリギリの攻防をやったりね、その何でもかんでもついていくという勢力ではなくて、間違っている時にはビシッと間違っている、修正に応じてくれなければ反対すると、うん、まあ、そういう体制を取ってきましたんでね、うん、ぜひまあその補完勢力というのはもう何でもこうカバーするという意味だと思いますから、うん、ぜひその辺はご理解をいただきたいと思います、うん、そうですね、まあ、これからはね、今衆議院議員11人ですから、今回の選挙で21人以上にしていただくと、この衆議院で単独で法案が出せるようになります、うん、そうなるとですね、今までは国会に出せませんから、まあ言えば平場でいろいろこう調整をするしかなかったんですけれども、うん、バーンと公開の場でこういう法案を出してますと、こういう対案を出してますということを、まあ、大きくアピールできると思いますんでね、うん、ぜひまあそういうふうになるように皆さん方もお力を貸していただきたいなというふうに思います。ね、まさにこれ今ね選挙で戦ってますもんねっていうコメントも来てるように、まあ、まさに今ね、はい、この自民党と戦ってる、ね、わけでありますので、そうなんです、ね、まあ、今の関連で言うとその、まあ、自民党は特に今回 その岸田新政権、うん、代表質問も馬場幹事長されたと思いますけども、はい、この自民党との違いというのはどういうところにあるというふうに感じてます、うん、岸田さんの所信表明ね見ていただいた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、岸田さんは所信表明の中に改革という2文字1回も出てきませんでした。これ調べたらね1970年代以来総理の所信表明の中に改革という言葉が入ってなかったと。これね1970年代言うと皆さんね昭和40年なんですね、うん、昭和40年代昭和の時代ですよね。これ高度経済成長期どんどんやってもうね景気はどんどん上向いていく、商売誰がやってもうまいこといく、うん、まあ税収もどんどん増えていく、うん、まあそういう良き時代でした。まあ、サラリーマンの皆さん方もどんどん給料が上がって身の回りが良くなっていく、ね、
今日より明日、明日より来月、来月より来年と、うん、もう良くなっていくのがもう目に見えている、まあ、そういうね、良き時代でしたから、まあ、改革という言葉必要なかったんですね。でも今回、まあ、改革という言葉を言わない、使わない、まあ、これね、改革という言葉は冷たいイメージがついてしまっているとか岸田さん言ってますけどね、うんうん、まあ、あの人の頭の中にはあんまり改革マインドというのはないんだなと、うん、まあ、いろんな発言聞いていても、まあ、そういうふうに感じますよね、うんうん、まあ、まさにこの今選挙でこう戦っていく中で、まあ、そこがその自民党との違いということで、今まあお訴えもそういう形でされていると思うんですけど、うん、はい、これ選挙後はですね、うん、またこう状況によってどうなるのかということもあるかと思うんですけど、うん、そのあたりはどのようにこう感じてますか、選挙後のこの、うん、まあ、形、いろんな形、まあ、どういう形になるかによって変わってくると思うんですけど、うん、まあ、松井代表はこの自民党のこの過半数というものを阻止するというような、ね、うん、話もしてますけども、はいはい、そうなってきた時に、うん、この維新の存在感というのは増していくのかなと思うんですけど、うん、どうですか。まあね、とにかくね、あの岸田総理誕生には 3A ね、皆さん方ご存知だと思いますけど、うん、3A が大きく関与してたということ事実なんですね。でもね、私の聞いてる感じでは 3A もちょっとこう、あのこうちょっとこう亀裂が入ってきてるように思います、うん、だからね、選挙終わってまあそこそこの結果が出たとしても、岸田さんは 3A それぞれにこう気を使わないといけない、そういうまあ状況があの予想されるんですね、うんうん、だからまあね、もう自民党得意のお家芸の、まあ、足の引っ張り合いということになってくると、まあ、国会運営もなかなかうまくいかない、まあ、下手するとこう自民党が自爆するというような、ね、可能性も出てくると思います、まあ、うちとしては、まあ、今の情勢では自民党単独過半数割れというのは可能性としてまあ低くなってきていると思いますので、まあ、これからも是々非々できちっと対応していくと、まあ、法案を出すというのはね、さっきも繰り返しになりますけれども、やっぱり大きいんでね、うん、メディアも注目してくれますし、報道もしてくれますから、うん、これがまあ一つの大きな政界を変えていく、今までの茶番劇のこの国会からですね、真剣勝負の緊張感のあるこの国会というものに変わっていくきっかけになればいいなと、うん、そういうふうに思います ね、うん、あのコメントでもですね、あの岸田さん何をやりたいのかわからないとかですね、うん、そういうコメントもありますし、またですね、このね、でも成長とか言ってるんですねということでありますけども、うん、確かにこの成長はね、成長と分配っていうような言葉がよくで聞かれますけど、うん、はいはい、ただなかなかその どのように成長させていくのかとかですね、うん、じゃその成長をどういうふうにこう生み出していくのかっていうのが、うん、なかなかそのこう、まあ、具体化しないというかですね、うん、あまりこう分からない状況なんですけど、そこら辺はこう何か、まあ、代表質問を含めてですね、うん、まあ、今のこの選挙の演説の中でもこう感じるところってありますか、うん、まあ、それこそね、もう身を切る改革からスタートして、税金でその暮らしをしている方、そちらがまず身を切る改革を行うと、うん、その後行政の中にある無駄を徹底的に改革をしていくと、これ皆さんね、身を切る改革というと我々が国民を切るようなね風に思っておられる方もいらっしゃるらしいんですけど違いますから政治家、税金で暮らしをしている方がまず身を切るということなんでね、うん、からまあ、それから初めて大阪でやってるような教育の無償化をすると、うん、これが分配ですよね、はい、岸田さんの言ってる分配、うん、そして経済成長する、教育の無償化をすると、そのそれぞれのお宅の子育て世帯の可処分所得、自由に使えるお金が増えますからね、うん、それをどん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 家族でまあ旅行に行くとか、まあ、食事に行くとか、うん、買い物行くとか、そういうことで個人消費をどん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 高めていただければ、うん、日本の経済の6割が、個人消費で支えられていますので、うん、それをもとにこう経済成長をさせていくと、うん、
いうね、あの維新としてはもうはっきりしてるんですよね、このルートはね。でも岸田さんね、なんかどうやってすんのか、まあ、あの改革しなければ借金するしかありませんから、うん、ね、でここでね、まあ、借金も本当にどん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 やっていいのかと、うん、今いろんな理論があってね、理屈があって、学問上いやいやその国債発行とか借金は国の借金は借金じゃないとか、まあ、おっしゃるそういう理論もあるんですけれども、うん、まあ、それ言って、理解はできますけれども、うん、そしたらもう青天井にね、うん、もうむちゃくちゃもう何でもいいからどんどん借金してええのかどうかと、うん、いうことはぜひまあお考えをいただきたいと思います、うん、もう社会保障費はむちゃくちゃこう年々増えてきてるんで、うん、あっという間に2000兆円、うん、3000兆円、うん、改革しなければ必ずそういうふうになりますから、うん、その時にまあ世界的な信用も含めてどうなるかというのは、まあ、考えていただいた方がいいと思います ね、うん、だからあのね、財務事務次官でしたっけ、そうそう矢野さん ね、矢野さんがね、気候でやってましたけども、うん、あれはちょっとこうあまり普段考えられないような、なんか気候、うん、まあね、事務次官の立場の方が気候するということなんですけど、うんうん、あれはこう どのように、まあ、矢野さんもね、うん、あの高めの球投げてると思うよね、うん、タイタニック号がもう氷山に向かってもう目の前に来てるというね、まあ、割と高めの球投げてると思うんやけど、うん、まあ、そういうそのなんぼでも借金してもええねんという人らをまあ牽制してると思うんですね、うん、だからやっぱり中間をねきちっといくと、はいはい、改革をして、そしてそのどうしても足らない部分は借金をすると、うん、まあ、当たり前の話だと思うんだよね、どこの家でもそうやわ ね、倹約をして節約をして苦しい時には耐え忍ぶと、はい、どうしても足らん時にはちょっとお金借りようかと、うん、当たり前の話だから ね、これはまあいろんなその学問じゃなしにやっぱりこう人間としての生き方というかね、うん、そういう意味ではこうミックスした、はい、考え方が一番いいんじゃないかなと。もうですね、時間もですね、はい、今9時45分を過ぎててですね、あららかなりこう白熱した議論を、うん、やらせていただきましたけども、どんどん視聴者の方も増えてる、そうですね、増えていただいて、これ初めての試みなんですけども、うん、ね、多くの方が見ていただいて本当にありがたい限りですけど、うん、もうお時間もですね、はい、そろそろ迫ってきておりますので、はい、最後の一問を見させていただけようと思います、はい、では一番近いやつ、はい、近いやつから、はい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 、じゃあこちら、最後の質問にちょっとちょっと最後の質問にはこれ多分あの3時間ぐらいかかると思うけど、そうですね幹事長って何するのということがありますけども、うん、はい、ズバリ幹事長って何をする立場なんですか、ね、弱小政党のね、幹事長ですから、何でも嫌です。特にトラブルとか、あ、まあ、ややこしいこととか、まあ、いろんな議員の問題とか、まあ、選挙もそうですよね、うん、もう大体一手に受けて、まあ、国会のこと党のことを、まあ、やらせていただいているということですよね、うん、何でもや、うん、何でもやりますもん、ね、まあ、特に今回、選挙にあたりですね、この後任の数もですね、うん、こう松井代表からこう厳しい指示があったと、そうそう聞いておりますけども、当初ね、もう皆さん方もご存知のように100人擁立制とめちゃくちゃ言うなと思いましたけどねまあ本当にね、皆さん方のご協力があって、うん、最終96人まで ね、来ましたから、うん、まあ、100点満点で96点というふうにね、うん、思っていただけたらと思いますね。まあ、維新の会で、まあ、出る、まあ、公認をもらうってなった場合ですね、うん、僕ら地方議員もそうですけど、まあ、書類を出してで、うん、こう面接をしてとで、こう段階経ていくわけですけども、
幹事長になると、やはりそれを全部最終的にはこう立ち会って全員の候補者をやっぱり見るということになるんですか。いやもう全員と会ってますからね。こう、まあ、もちろんこう書類送ってもらってですね、まあ、あの来て方も来られた方もそうですけど、こう発掘する作業、で、特にまあ大阪の場合はまあこれまでの実績もあってそういう方も多いと思うんですけど、うん、特に今回こう最後まで、なかなか擁立するのがこう、うん、まあ、厳しかったようなところもあると思うんですけど、うん、発掘は どういうふうになんか進めたり、これはね、あの国会議員もあのブロックごとに担当者を決めて、うん、何らかのそのコネクションがないかで、まあ、地方議員さんなんかでね、もうその自民党からオーバーフローしたりとか、うん、まあ、そういう人がいないかとか、いろんなまあその努力とかリサーチをしていただいてるんですね、うんうん、でそういう中でまあご縁のあった人が、はい、あのこちらへ届いてくるということでね、うんうん、まあこれもご縁の話やね、うんうん、そういう面ではやはりこう地方議員をまあどんどんこう誕生させていただいて、うん、まあ、そういう延長線上でまあ、そういう発掘作業も進んでいくということにもなっていくんですかね、うん、まあ、あの維新の会のね、やっぱり理想は地方議員にまずなっていただいて、うん、まあ、2期3期ぐらいやっていただいて、あの地方のこともよく分かっている、うん、でまあ、あの政治のこともある程度理解ができている、うんうん、そういうねメンバーがこう中央に来ると、うん、永田町に来ると、うん、はい、いうのがね、僕は一番まあ理想やと思うね、うん、やっぱりこう、各その地域政党の連合体というのが日本維新の会の考え方なので、うん、はい、まあ、そういう理想というかから考えれば、今言ったようなね、地方で地方行政を経験してきた人間が中心になっていくというのがね、うん、一番いいと思いますよね、うんうん、まあ、なのでね、もしそのねこう関心あるというか、そういう方々にはね、ぜひ、うん、まあ、手をね挙げていただければなというふうに思います、うん、はい、はい、じゃあもうお時間もですね、もう10時間際になりまして、そろそろ、はい、こう終わりのお時間というふうになってきました、はい、で、まあ、あの最後にですね、まあ、あの後半の意気込みとかですね、はい、あとまああの目標も含めてですね、うん、最後思いをですね、はいはい、馬場幹事長の方から語っていただきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、あのね、今前半戦終わって、メディア等ではなんかかなり維新が躍進するのではないかというようなね情報流れてますけれども、あの今現在で投票したわけじゃありません。メディアがいろんな調査、情勢の調査をしてそうじゃないかなと言っているだけですから、実際投票箱に票がそれだけ入っているのかと言われれば入っていません。ですからね、皆さん、あのこれご覧いただいている皆さん方、特にあの維新の、まあ、ファンという方が多いと思いますけれども、ぜひね、我々も気合を入れて、一生懸命最後まで気を抜かずにやりますんでね、これご覧の皆さん方も、もうどっかその声かけ忘れてないかとか、そういうことをまた明日からちょっと考えていただいてね、スマートフォンなんかもずっとあの電話帳を見ていただいて、ああこの人ここにおったなとかね、そういうまあ一票ずつの積み重ねがこう勝利につながっていきますんで、選挙はその上滑りをすると良くない結果が出るということが多々ありますんで、ぜひね、あのそういった観点で、お力を与えていただきたいと思います。まあ、明日月曜日ですから、うん、また明日明後日とこの土日の情勢調査が各メディアから報道されると思います。決してそれを鵜呑みにしないでですね、やることをきちっとやるということが最も大事ですので、よろしくお願いいたします。まあ繰り返しになりますが、衆議院で21議席以上をお預かりができると単独で法律を出せるということになりますから、うん、今まで以上の、まあ、存在感と発言力、
そういうものが大きくなるということは間違いありませんので、我々が追い求めてきたこの、改革政党を日本維新の会、いよいよこれから力を発揮する時がタイミングがやってきていると思いますので、21議席以上であればですね、96人全員が通ってほしいんですけれども、1議席でも多く当選者を出していくということで、明日からまた人間宅急便頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ちなみに明日はどちらに行かれる予定ですか？はい、明日からは神奈川東海シリーズということでですね、明日は神奈川をずっと回ります。明後日また静岡とかですね、東海を回って千葉にも行く予定です。かなりの数を回らせてきていただきましたんで、あと4日ほど回ればほとんどの候補者回れるんじゃないかなと思いますんで、最後まで元気で頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、では放送を見ていただいた方本当にありがとうございました。ありがとうございます。初めての試みでしたけど、はい、どうですかこの生配信、維新のババチャンネル生配信、やってみて最後感想もいただければ。特にね、こうリアルタイムで、冒頭にも言いましたけれども情報をお伝えできますんで、いつものやつはこう お手を煩わして編集して、面白いところだけをピックアップして流させていただいてますけども、こういう選挙の時は特にリアルタイムでね、皆さん方に情報をお伝えできるのが一番いいと思いますんで、また時々ですね、この三橋事務所をお借りしてリアルタイムの維新のババチャンネル、またねゲストもいろんな方をお招きしてですね、やりたいと思いますので、まだ長藤市長も1回も出てくれてませんので ね、 そうですね、長藤市長も今堺の財政非常に厳しい、前の市長のせいですけども、非常に厳しい中で頑張ってくれています。そういうね苦労話もね、聞かせていただいて皆さん方にご理解いただければと思いますので、ぜひまた引き続きよろしくお願いいたします。今回の選挙で、ね、当選された方々ももしかしたらゲストで、はい、来るかもしれませんので、ぜひ今後またご期待いただきたいというふうに思いまして、はい、今日の放送、生放送配信を終わらせていただきます。ご視聴いただいた方々ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。